そうじゃん、100の水。100の水でね。体全体と、それからさ、口に当ててほしい。はい、うん。ちょっと、光線照射療法しますね。体全体と口の中も。で、怖くないんだよね。薬もさ、B の薬をね、薬はもうないぐらいですかね。いや、まあ、ちょっとは残ってる。残ってる？どれくらい残ってます？いや、元はどのくらいだったかあんまり覚えてない。ああ、そうか、液だもんね。ごめんなさい。もう今日までなんですよ。だから、そうそう、残ってていいんですけど、B の薬は、うん、ね、フィロコキシブという消炎鎮痛剤、これ非ステロイドの消炎鎮痛剤なんだけど、これをね、プレドニゾロンに変えます。プレドニゾロン、お口がないね。で、食べそっか。インテルビー2種類の1月9日これ作ってくれる薬、高島くん、はい、A、B 作って、で B は変わるからプレ、はい、A 作ってる、 A は作ってる、はい、うん、で B はプレ5ミリを2つ、5ミリ2つ、はい、はい、そう、いいやるし、で、私は B だよね。この鼻から泡とか口を当てるのはどうなったんですか？あの、口からも泡ちょっと出してる。息を吸うときに、息を終わった後に口からちょっと泡が出るので。あります。はい、それで箱を持ってきてさ、吸入して。でね、この薬のセット説明しますと、プレドニゾロンっていうのはね、黒ですよね。黒、うん、はい、でケースに入れて、はい、よいしょ。